糸井さんは映画監督誰好きですか僕は誰だろう誰だろうな必ず見てたっていうのがある時期に、うん、あれに外れなしって思った時があったんですよねあのフォレスト・ガンプの,あの主演の,あの名前を言おうとしたんですよトム・ハンクスに外れなしと思ったんだけど <laughs>、はい、それは監督じゃなくて 役者が選んだものとして、ずっと追っかけてたんですよね。監督、ね。はトムハンクス作品みたいなものっていうのが。好きだわっていうふうになった時に。うん、あの、漫画をかける能力があると、トムハンクス主演で。その、あのような映画。あの、その。ここにかけるんですよ。ね、それをまず、想像してみてください。伊藤さんが。あの。うん フォレストガンプのようなものをふーって思いついたらそれをそこにどん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 書けるんですよ。それはかなり書き込むでしょ。思いついちゃってるから。ねあのアップル社からなんかが来て、はい、って、アップの公園がこんなになってて郵便ポストがどうだこうだなんつってってこうやって書くじゃないですか。で、それをどん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 思いつく、思いついて書く能力がある。うん。で その能力を身につけてしまった人間は命削って書いちゃうんですよ。それ、そうなると思いません。お金かかんないんだもん。紙とペンだけでいいんだもん。